気分いいけど。なんだよなんだよ、ケチくせえな。そんなこと言ったっけ？何してんの？へえ、珍しいね。なんかいる？何が？え？ショーゴ、ただじゃないよ、言っとくけど。今のショーゴ、すごくかわいそうに見えたからさ。すまないけど頼まれてくれない？はい。クヌキヌ山でひとっ走り買い出しに行ってきてほしいんだ。悪いね、ひなた君。はい。ひなた君だよ。しかし走りって言ったら全力で走っていっちゃうんだから。どうしてもいいかな。足何が？おばあちゃんが死んで引っ越しすることになって。あのおばあちゃんよ。あの猫にシャーってやって駐車場から追い出したあのおばあちゃん。
さ、シャーじゃなくてシャーよ。シャー、シャーじゃなくてシャーで、耳はこうで、目はこう。はい、横跳び。お前、君も変わんないね。あっと、ごめんね。そうだよね。はいはい、そんなことないよ。そりゃ楽しみにしてるって。じゃあ、そういうことで。んで、なんだっけ。ああ、そう、ほら、私の父千早大学で非常勤講師やってんの。知らなかった？その手伝い、教材の搬入搬出。そうだよ。え、正吾、もしかして千早大学？講義出たことあんの？なんだ、私がせっかくせっせと教材運んでるのにな。じゃあ感想聞かせてよ。私、自分の父が生徒からどういう評価されてんのか興味あるし。どうぞ、忌憚のない意見を頼むよ。え？ああ、違う。これからまた別の用事があるの。君も変わんないね。
帯がどうしたの？漢字？丸とか矢印とかどうやんの？どうしたの、ゆえちゃん。ううん、また悩んじゃってるのかな。ゆえちゃん、俺にもそんな友達がいたよ。いや、ショックだったよ。突然だもんな。後ろから殴られた頭が目の前に転がっていったと思ったくらい。まあ、それは冗談だけど、辛かったな。ヤスとの勝負は128勝129敗1引き分け。子供の頃から何でも競い合って、まるで二重写しの同じ人生を歩んできたんだ。それなのに奴はもうこの世にはいなくて、俺がここにいる。それがどうもわからなくてね。ネパールに行った時、なんにもないだだっ広いところを眺めていたら、死んだりして見ちゃってたりしてみようかななんて。嘘。サイで死のうとしたんだ。サイ？サイってあの角があって大きくてもわーっとした
あの際？その際。やっぱり嘘？でも、死ななかった。Is it okay? Don't do such a record thing! Still alright? Yeah, natural! You're alive! Alive! 生きてる！俺！生きてる！生きてるよな！Crazy! Nero is going to die from rhinosaurus!そしたら、なんだか生きてることのわからなさがね、とても貴重に思えてきたのね。生きてることのわからなさ。日本に帰ってから、奴の奥さんと再会しちゃってね。俺の価値が一つ少ないのは彼女のことなんだ。俺が負けて、奴が彼女と結婚した。どうしたの？それで。お互い気弱になってたからね。ちょっとの間一緒に暮らしたけど別れた。どうして？しんどかったからね。ゆえは間違ってるのかな。全然正解とか不正解とかない。ゆえちゃんの好きにしたらいい。でもしんどい？割り切ったつもりでいたのに、思い出すたびくよくよしちゃって。何でもかんでも割り切る必要なんてないよ。くよくよしたりしんどかったり、そういう自分の気持ちそのものをゆえちゃん自身が分かってること、それが大事なんじゃないかな。自分の気持ち？分からなくてもいいんだ。分かろうとすることなんだ。自分の気持ち。俺はそう思うよ。自分の気持ち。なんだか勇気が出てきそう。ところで、さっきの話は忘れて。全部作り話だから。のところ。調子に乗っちゃって。